それでは、すみません、前の方もわりかしと静かにしておいていただいて、音が入るので、よろしいですか。それでは記者会見の方を始めさせていただきたいと思います。カジノの是非は府民が決める住民投票を求める会の事務局長をしております山川と申します。本日はですね、大阪府議会臨時会において私たちが提出をした住民投票条例が否決をされると、そういう状況になりました。非常に強い怒りを持っております。しかし私たちはこうした今回の否決というだけの結論を持ってこの運動は止まると、そういうふうには考えておりません。今日は意見陳述をした皆さんに集まっていただいておりますので、最初にですね、私の方からこの求める会としてのこの否決を受けてという形で声明の方を発表させていただいて、その後皆様から一言ずつ今回の府議会について考えること、結果について考えることを出していただいた上でご質問を受けさせていただきたい、そのように考えております。それでは座らせていただきますのでよろしくお願いします。お手元の方に A4 1枚のものがありますので、ぜひご参照ください。読みます。府民の声に背を向け、民主主義と住民自治をねじ伏せたカジノ IR 推進派議員と吉村博文府知事の姿勢に断固抗議します。住民投票条例案の否決にあたって、本日大阪府臨時議会本会議において私たちが直接請求によって求めたカジノ住民投票条例案が否決されました。条例制定に反対した議員の姿勢は府民の声に背を向け、民主主義と住民自治をねじ伏せるものであり、断固抗議の意を表明します。加えて直接請求の手続きが行われる前に吉村知事が住民投票は必要ないと述べたこと、臨時議会を開会した直後、十分な意見陳述も審議時間も確保せず即日採決に踏み切ったことは民主主義を放棄する行為に他ならず、現に批判し抗議するとともに憲法原理を蹂躙する行為として強い危惧を表明するものです。地方自治の本旨は住民自治です。故に住民が直接行政に参加する基本的権利が保障され、制度としての直接請求が認められています。私たちが止めようカジノを掲げ、住民投票条例制定を求めて大阪府下72行政区で取り組んだ署名運動は、府政の主体である府民21万人が署名を署名をすることでカジノ誘致に対する民意の確認を直接請求する結果につながりました。言わずもがな、その後ろには同じ考えを持つ膨大な数の府民が存在、それが想定され、請求の重みは計り知れないものがあります。加えてカジノ誘致は半世紀以上にわたる大阪府の未来を左右する重大かつ根本的な案件であり、議会や府知事、市長だけで独善的に是非を決めてはならない問題です。にもかかわらず、大阪府知事は否定的な意見をして議案提案を行い、議会はわずか半日で門前払い同然に条例案を退けました。民意を問うことさえ否定し、自ら固執する政策を押し通そうとする府知事と、カジノ IR 推進派議員の態度は、さらに厳しい府民の批判を招くことは必至であり、不正市場の重大な汚点として長く記憶されることになるでしょう。反対から中止へ、私たちはカジノ誘致計画の中止と住民自治の回復を掲げ、日頃行政に対する意思表示をすることができない広範な府民の参加と結集を目指して署名運動を行いました。その結果、半世紀の時を超えて住民投票条例制定直接請求を実現したことは、運動を担い参加した府民に勇気を与えただけでなく、多くの府民の共感を呼びました。私たちは今この運動を次なるステージへと継承発展させ、
大阪へのまた日本へのカジノ誘致計画を中心に追い込み、民意に即した地方自治行政を実現するため、民主主義を守るため、あらゆる努力を惜しまぬ決意を新たにしています。住民の声に真摯に耳を傾け、地方自治の本旨を重んじる首長を選出し、あるいはそのような議員が多数を占める議会を実現することも、喫緊かつ大きな課題となるでしょう。そのために、地方自治の主体である府民の皆さんのさらなる参加を得、運動と戦いを共にすることを切に願い、心から呼びかけるものです。2022年7月29日、カジノの是非は府民が決める住民投票を求める会、以上ですね、まあ、今日が最初になりますが、声明として、まあ、皆様に発表を報告させていただきたいと思います。それでは、まあ、みんな頑張りましょうね。こんなことでね、私たちがくじけると思っているのは、維新や公明や、今日反対をした会派なんですよ。そんなことはありませんよ。私たちはもともとこうした議会の状況を分かった上で、本当にカジノの是非を問うというこの大きな運動を作った事実、全く変わりません。その上にですね、来年には選挙がある。本当にカジノ白紙撤回するような首長や議員を選んでいけばいいんですよね。さあ、それでは今日意見陳述をしていただいた方をご紹介します。お一人、井上さんが家庭の御用でお帰りになられました。山口さんです。お願いします。拭き取る消毒の紙。皆さんこんばんは、山口美和子と申します。私は堺の中区の方で活動しておりました。で、陳述にありました通り、私の父と弟がギャンブル依存症という怖い病気に罹患いたしております。で、現在も治ることはございません。このギャンブル依存症、本当に、日本ではまだまだ医療的にもですね、私4年前に内閣府の予算委員会の方でレセ自体がね、お医者様が出す病名のところにギャンブル依存症というのが実はレセ上認められていない、置き去りにされているということも主張させていただきまして、その部分は改善は今なされております。しかしながら多くのお医者様もギャンブル依存症という名のもと、服薬コントロールをされている方はまだまだ少のうございます。またカウンセリング等の治療もなかなか担い手がいない人材不足の中で、なかなかそういう手厚い治療法というものはありませんし、その中で心を穏やかにしていく療法、薬物療法にほぼほぼ、我が国は今、ギャンブル依存症に対しては問題行動を起こさないための薬物療法、薬物コントロールに委ねていられます。で、私たち訪問看護であるだとか、あと作業所、ヘルパーさん、なかなか生活自体がもうまかり通らない方が服薬の副作用でなかなか日常生活もままならない方が出てきますので、今日本日お話した通りです、1人当たり生活保護も含め1人当たり60万円実はもうすでにこの国は支出し続けているんです。で、ギャンブル依存の方は治ることがございませんので、この支出医療費というのはどん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 増えていく一方です。ましてカジノが来ましたら、ただいさえ今日本という国はギャンブル列島です。競馬があり競輪がありパチンコがあり、お隣の韓国ではパチンコは廃止になっているんです。しかしながらこの日本ではパチンコが未だにまだ継続されている。本当にギャンブル大国日本と言わざるを得ない。そんな中でカジノ事業者が日本をターゲットにした、そこに行政が食いつく、でこれは本当にもうあってはならないことだと思いますし、医療費切迫を訴えつつも逆にカジノを誘致しギャンブル依存の方がどんどん増えていくような世の中を形成していく、私はそれが許せず本日陳述をさせていただきました。今後とも皆様メディアの方々もどうか私たちにお力添えの方よろしくお願いいたします。じゃあ続いて山本さんです。お願いします。私は子ども食堂をね運営していることから、子どもたちのこの
不幸というものにものすごく敏感なんですね。今全国で子ども食堂6000件あるんです。で、私どもが始めた時はまだね300ほどだったんです。20倍に増えたんです。5年の間に。これなんででしょう。これね、日本の子どもが貧しい生活してるというだけではなく、大人たちが子どもたちの健全な育成に責任を持ちたいという、そういう気持ちを持っている人がたくさんいるということ。学校だけで子どもたちが健やかに成長を求めることもなかなか難しくなってきましたね。そこで学校の中で落ちぶれた子どもや、そんなことも含めて大人たちが守っていこう、そういうことで子ども食堂というのはどん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 膨れ上がっていった、こういうふうに思うんです。特にコロナによって打撃を受けながらも、なんとか続けたいという形で続いているというのは、そういう熱い思いが皆さん根底にあるんですね。これが日本全体の流れなんですよ。で、大阪だけね、なんでカジノを読んでギャンブル依存症をたくさん作って、その子供は絶対に夢を諦め不幸になるのに、そんな政策を持ってくるの。これが不思議なんです。日本全国どこの町も IR やろうって言うて言うてんのにちゃうの。大阪と長崎だけや、得意なんや大阪は、というふうに思うんです。で、大阪の子供だけそんなね惨めな思いささんといてやと思うわ。親がギャンブル依存症になったら惨めですせーね。何が惨めでね、友達との約束が果たせんようになるんですよ。突然お小遣いなくなるから、どっか一緒に行こうとか、なんか交代で本買おうなとか、そういう約束がみんな果たせなくなる。あいつは裏切り者になるんです。子供たちをそんな惨めな思いさせたくない。これがやっぱり子ども食堂を運営する私の腹からの願いであります。はい、ありがとうございます。あの一回一回ちょっと聞きますので、続けて加納さんです。私は陳述の場でも述べましたように、大阪での高齢者運動のそういうことに取り組んでるんですけども、まあ、あの正確に言いますと、大阪の年金者の組合ということで、大阪府下64の行政府で年金者組合の支部があって、さまざまな運動をやってまいりましたけども、本当に、例えば社会保障とかね、介護保険の問題とか年金制度の問題とか、さまざまなもの、また大阪府政、大阪市政に関わるさまざまな行政や仕組みがどんどん削減されてきて、大変な事態を呼んでいるとずっと思ってましたけども、やはりこれは本当に市民の力で、市民運動でやはり地域から社会を変えていかなかんなということを痛感してましたけども、昨年末からこのカジノの問題で、これはぜひ大阪でも横浜や和歌山市に習って、しっかりと地域から庶民の意見を住民投票を求めるという形で頑張っていこうということで、この運動に私個人としても参加しようということで、大阪府下の年金者組合の組合員の人たちを中心に呼びかけて、みんなで新しい市民運動で社会を変えていく、こういうことになればいいかなと思ってまして、そして陳述にも言いましたように、それぞれ市町村で本当に高齢者、みんな年寄りですけども、一生懸命地域で、また駅頭へ個別訪問も含めて頑張ってまいりました。当初15万
法定数、これを超えるのは大変だなと、土地、特に土地はね、なかなか伸びなくって、どうなるかなと心配した、しましたけども、結果的に21万を超える署名を集めることができた。本当に私は市民もきっちりと頑張れば、やればできるんだということを実感いたしました。そしてこの運動はこれからの大阪での市民運動の新しいステージを開いたんじゃないかなと。そして来年の知事選挙や市長選挙もありますが、やはり地域から市民運動を背景に、私たちの運動で社会の在り方を変える、そして政治を変える、姿勢不正を変えていく大きな足掛かりができたものだと思っています。ぜひこの経験を本当に生かして地域に広げていっていきたいと思っております。はい、どうもありがとうございました。続けて最後に、非常に時間が短くなってしまったんですね、高松さんです。皆さんご苦労様でした。私が言いたかったのは、このカジノの是非は府民が決める、住民投票を求める直接請求署名運動がどんなに大きなものだったか、どんだけ人々の心に火をね、なんかこうそういう、こう運動をやったっていうことをすごく言いたかったんです。でもう決まったんだからとかね、やっぱりそういう中でどんどんいろんなことが、私たちが納得しないこともどんどんこう進んでいく、やっぱり今のこの政治の在り方の中でおかしいんじゃないのっていうところがどん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 大きくなって、そうだそうだおかしいよってみんなの声が大きくなってきて、こんだけの運動ができた。本当にそれをみんなの希望であったし、それが展望を示した、そういう運動の中で集まったこの21万筆の重さ、それを本当に受け止めてほしいなっていうので、私はそれが言いたかったです。でも何度も吉村知事も維新の会も手続き上は問題がないとかね、で議会と知事は合致してるから、うまいこと言ってるから、そういう直接民主主義、その直接請求署名とか住民投票はね必要はないんだとか、そんなことをね言うばかりで、そうじゃないでしょう、きっちりと声を聞いてそれに対する返答、みんな今日こうやって陳述してそれに対してどう思ったのか、そういうこともなく、もう別に問題はないと、そういうことで済ませていく、この議会の在り方とかね。で今日初めてその5人以上じゃないと意見言えないっていうのが私は知りました。議会でこんなおかしなことはないじゃないかって本当に思いました。これをもっともっと市民に府民に知らせて、これをやっぱり変えていって、私たちがこう要求している私たちの思いをしっかりと聞いてもらえるようなね、そういう運動にしていかないといけないなって思いました。皆さんご苦労様でした。ありがとうございました。意見陳述全員で6人やるということで、30分で6人、本当に短い時間でした。で私も意見陳述実は初めて大阪府議会の中でやったんですが、皆さんこの写真吉村さん見せたかったわけですよね。トラックに積まれたこの署名簿の写真、それから600人が大阪府議会前に包囲するんだって言ってあったこの写真ですね。皆さんこの後ろの方にいっぱい書いてあるじゃないですか。7月の21日にはですね、600人が集まった、72市区町村から集まった、こういうことを大阪府議会議員や吉村知事は自分の目で確認したのか。で少なくともですよ、法務課に置いてあるわけですよ、この署名簿は。今本当に僕たちが大切にした、直に自分の目で確かめるっていうことさえもしないような府会議員であっていいのかっていうことを僕思ったんですね。それで吉村さんにずっと面会を求めてきましたけれども、なかなか叶わないということで、今日そうか、すぐ横1メートルくらいのところにいるんだと思って、で吉村さんって言っても全然こっち向かないんですよ。でそれで顔を向こうに向けて吉村さんって言って行ったら2回行ったかな、そしたら吉村さんがちらっとこっちを見て2秒くらい目が合いました。2秒
そしたらすぐ議長が、まっすぐ前向かないと飛沫が飛ぶからって言われて、吉村さんの方を向くことを禁じられたというのが最初の場面だったんですけれど、結局私たち大阪府民が集めた署名を重視するとか重く受け止めるとか、そういうことを特に維新や公明会派言っておられたけれども、口で言えばいいっていうもんじゃないんだよと。で、吉村さん、それだったらまっすぐこっち向いて喋りなさいよと、意見を一回もこう交わしたことがないっていう、こういう情けない知事をですね、やはり僕は許すことはできないっていうぐらい強く思いました。それから吉村さんがこれは傍聴の時に見ていたんですが、結局さっき高松さんも言われたけれども2つ言いましたね、反対する理由を。手続きはしたんだと、それから正当な議会で決めたんだと。じゃあ手続きしたっていうけれども、これは井上さんが細かく論証していただきましたけれども、本当に大阪府民の納得を得るということに対しての努力のない手続きって何なんだ。ただの手続きすることが法律的に瑕疵がないからそれで OK な、こんなバカな話ありません。2つ目、議会で決めた、何を決めたんだと。議論もせずに通々と通していくものはなぜ決めたと言えるんだ。結局今日の議会の中身を見ていると、維新の方、公明党の方がIR 推進局長であったりとか知事に質問をしながら、私たちは手はず通りやりましたよということをですね、議事録の中に残すがための、そんな議会のやり方だったというふうに思うんですよね。本当に私たちが集めたこの署名をしっかり受け止められないような議会、大阪府議会、大阪市会、大阪府知事、それから大阪市長、その他多くの自治体の中でもあるかもしれないけれども、こういう大阪の民主主義を劣化するっていうことはあってはならないんだというのが、先ほど、皆さんに読ませていただきました民主主義と住民自治、これをねじ伏せた今の今回の議決なんだと。そういうことに気づいてか気づかなくか、気づいているのか気づいていないかもしれませんね。維新府市政の皆さんは私たちの大阪どこへ持っていくんだと。本当にこの大阪の中で民度のない、本当に民主主義のない、そういうものを作っていくということを強く怒りを持ちました。今日は本当に6人揃って、こうして会見を皆さんに来ていただいたことを嬉しいし、それから今日朝8時から9時まで大阪府内各地で先ほどのこのチラシを持って、今日が、大阪府議会の議決ですよと、で QR コードもつけて皆さん見てくださいよと、そういう行動をやって、大阪府庁前に10時から1時間半ほど集まって約200人が集まりました。でこの長引いた議会についても皆さんの後ろの方にもおられるように多くの方が残って見守った、これがですね、この運動のやっぱり強さではないかというふうに考えております。それでは皆さんの方から、まず記者の皆さんの方からご質問があればお答えしますのでよろしくお願いします。はい、どうぞマイクをちょっと何でも大丈夫ですかね。じゃあお願いします。毎日新聞社の石川と申します。事前に、いただいていた記者会見開催の案内の中でもいろんな怒りの文章を書いておりまして、長期にわたる維新府政の下で大阪府議会は形骸化し、行政政策のチェック機能さえ失われていると言わざるを得ません。府議会の形骸化と劣化に強い怒りを覚えますというふうな記述がありました。改めてですね、ここに込めた思いですね、今日は維新の方でもですね、知事とそれから議会の思いは一致しているというのも、これも二元代表性がある中でですね、こういう発言が出るというのも象徴的かなと思うんですけども、山川事務局長ですね、改めてこの議会の形骸化劣化っていうのをですね、今日見た国政なんかも踏まえてちょっと思いをおっしゃっていただけますでしょうか。どうもありがとうございます。これはこの声明の方にも書かれているのと似てるんですけれどね、まず住民投票運動、なぜ私たちがやらなくちゃいけなかったかっていうことを考えてみたときに、私たち住民を相手に維新府市政、そしてその中での議会っていうことの責任を持つ行政であったり、そして開かれた議会運営をやっていない、だから問題が議会の中でも明らかにされない、そういうことですよね。考えてみればさっき の議会のやり取りっていうことを見ても分かるように、もう吉村知事とそれから大阪府議会議員の、維新公明会派
全く何もやり取りやってないのと同じじゃないですか。この間行政がやってきたことを議員が補完をしながら引き出して、それをノートに書かせていると、でそれでやっていた、こういうことをやっているから、だから議会が行政の、まあ、本当にあの今やってるカジノっていうことについての問題点を真剣にチェックすればね、あのもっともっと大阪府民に対して の説明しなくちゃいけないことを行政はやらざるを得なかったと思う。それから私たち住民投票のように直接請求を求めたことの意を議員がしっかり組んだり、その中には賛成反対あったりいろいろとあるだろうけれども、そういう一つ一つの意見っていうことについて、それをしっかりと情報提供し聞いて、それを議員からの提案として行政に出していけれるような大阪府市を作るということがあればね、こうした問題にはならなかったわけですよ。そのことを特にあの、まあ、大阪府知事とそれから大阪府議会議員すべてに対して問いたいというふうに思いますね。で今日見た光景で言えば、どうして30分しか取らないのと、これ皆さんびっくりしますけれども、本会議を今日開いてですね、でその間私たちどこにいるかって言ったら、あの傍聴席に行ってくれって言われるわけですよ。でまだ僕たちは意見陳述者ないから傍聴席なんですよ。でそこで初めて、まあ議案としては名前はあの言わなかったけれども、この6人っていうことが選ばれて本会議で議決されたら休憩でしょ。で休憩の間に告示と傍聴人に対して、あ傍聴人さんすいません、意見陳述者に対して通知という、そういう行政手続きがなされる。通知されたらすぐ開かれた後に喋りなさいですよ。こんなこと普通はありえないわけですよ。芝居でしょ。6人に当てますからやりなさい。で6人については誰もあのそれを本会議で否定しないから喋れますよ。時間も 6人30分ですよ。こんなね、あの全てあの事前の議運の中で決められたようなことをやっていて、このカジノのような大きな問題の本質が出るはずがないんですよ、このことについて。でみんないいなしっていう概念あるでしょ。議会事務局のに聞いたら、あのいいなしっていうのはこれ当然なんだと、前に打ち合わせしているから。どうして他の会派は異議ありってこれやればいいんですよ。だってやれる権利あるわけですから、それでハレーションを起こしたっていいんですよ。そうやって府民に向き合うっていう行政をあの議会がチェックし作っていくっていうことが今日一つ見ても分かりました。それから今日長かったですね。3時休憩、3時間休憩かと思いましたね。ずっと3時間以上待たされたでしょ。なぜ私たち府民に対しての質問、何ですか、私たちあの傍聴者に対しての何て言うんでしたっけ、説明がないんですかと、議会の最初にないんですかと。結局ね、私たち傍聴者っていうのは彼らの目に入っていないわけですね。けれどもあの今日議長いい仕事したと思いますよ。皆さんも大出したくないって言って、普段はほとんど傍聴人がいないんだから、大阪府議会っていうのはあんなたくさん来るなんていうことはなかったわけですよね。だからみんなあの注目をされながらやるっていうことに、議員の皆さんも仕事のやりがい考えてやったかもしれないけれども、ただし私たちは本当にこの住民投票っていうことについてあのしっかりとですね、あのどなたがどんな判断をしたかっていうのを見たっていうぐらいに思います。すいません、ちょっと熱くなって喋ってしまいました。他の方にも喋ってもらいますけれども、今の質問はそういうことでした。他の方の質問も受けます。はい、どうぞ。一番奥で聞こえないですかね。じゃあ持っていきましょう。それ持って、あ、大丈夫、もうちょっと声が、うん、全体に聞こえないのでね、あの言い伏しということ。まあこれちょっと私の考えっていうことと事務局でやられてるっていうことでして、あとはやっぱり皆さんの中であの議論をして決めていきたいというふうに思います。であのはっきり言えば、まずこの抗議っていうことで府議会の中で何が行われたのかっていうことについては広く知らせていかなければいけないっていうふうに思います。それから事前に大阪府議会、大阪市会議員に対してのアンケート調査もやりましたが、今回の大阪府議会でやはり議員という立場であれば、なぜ自分は反対のしたのかということについて、反対に丸っていうだけじゃなくて意見表明をしてもらわなくちゃいけない。だから
一人一人のこの議員がなぜその判断を取ったのかということについてのアンケート調査等々をやっていきたい。それから今あの大阪府議会の中では否決をされたけれども、大阪だけではなく今度は、国を相手ですね、国を相手に今あの、審査が区域整備計画ということで出されておりますね。この区域整備計画、皆さんもやっぱりおかしいと思ってると思うんですよ。こんなものを国が承認したらどうなるのかっていうことで、国に対して承認するな、もしくはこの国土交通省観光庁の、まあ審査委員会の委員すべてに対して情報を彼ら持っておりません。行政の、まあ、財政状況はどうであるのかっていうことがあまり、彼らの審査内容の中に提供されていないんですね。そういうものを提供していく。で、もちろんこの72市区町村みんなで、東京へ行こうということで、今考えております。銀座デモをしたり、国会前で座り込んだり、本当にかつて沖縄の尾長知事が、首長全員言ったようにね、私たちは首長じゃないけれども主権者である市民であるという強さがあるわけだから、そんなようなことを考えてみんなでやっていったらいいのかなということも考えております。その他の今日提訴されました、あの中野さんおられてるかもしれませんけれども、住民、訴訟が今日提案されましたね、提訴されております、土地の問題であったり借地権の問題、それから先ほど言った、契約の問題、いろいろとやっておりますが、そういった運動を一緒になってやっていきたいなと思います。中野さんいらっしゃったらお願いしたいんですけど、どっかにおられますか。お願いします。共同代表ですけれども、今日は僕らの陳述者だけで前に座らせてもらったので。中野と申します。今日は朝住民訴訟を提訴してきました。で、今日傍聴ずっと知ってたんですけど、今日そんな嘘つくなっていうのを感じてました。世界最高水準ってまた言ってたんですけど、世界最高水準のくせにカジノ以外はみんな小さくなってるんですよね。会議場なんかはインテックするちっちゃいんですよ。どこに世界最高水準やねんって、それで経済波及効果あるってどういうことやねんって、これはやっぱり裁判の中でも明らかにしていこうと思ってます。だからこれ今日府議会が言うたことは IR 推進局と議員の間の茶番ですよ。もう答え決まっててやってる。で、吉村知事は中身知らんのかもしれません、ほんまに。世界最高水準って言えるもんじゃなくなってるわけですよ、もうすでに。それも知らんと世界最高水準ってよう言えんなと思ってました。で、そのことはこれから裁判を通じて明らかになっていくでしょうし、本気で住民監査請求に関して大阪市も向かってきてますから、それは本当にお互いが人口でぶつかって、何が正しいんかということをはっきりさせていこうやないかというのが我々訴訟した方の思いですし、こんなことで大阪を潰させるわけにはいかないんで、一生懸命頑張りたいと思っています。というような取り組みです。よろしいですか。その他はどうでしょうか。質問としてはありませんか。今日ね、自分の訴えたいことを訴えたんですけれども、陳述して感じたこともちょっと一言ずつ短く言っていただいていいですか。ですね、本日インバウンドについて中長的に今コロナだけど必ず回復するんだということをおっしゃってたんですね、維新の会の方が。しかしながらこれ根拠がないんですよね。今コロナでもう1日2万だとか3万だとかとんでもない額数字のね、コロナの罹患者がずっと続いていて、今サル痘まで出てきているにもかかわらず、このカジノ法案自体がコロナ禍前の法案ですよね。で、この計画自体もコロナ禍の前に計画されているにもかかわらず、この中長的に回復するというまず根拠が見受けられませんでした。で、それと同じでギャンブルと依存症対策についてもしっかりとやっていく。もう公明であるだとか、IR に賛成、前のめりの維新さん、
しっかりとやっていくという言葉しかなく、具体的にどのようにしっかりやっていくのか、既存のギャンブル依存の方の治療は、トゥッチ療法ないんですけども、どういう扱いを受けていてね、精神病院でどのような扱いを受けていて、どのような人権のもと彼らが、彼女たちが暮らしているのか、また在宅でどのような家庭内暴力であるだとか、家庭内でどのような迷惑行為、社会でどのような迷惑行為に本人たちも悩んでいます。で、社会復帰も本当に程遠いものがあって、葛藤しつつの本当に苦しい彼女たちの現状を知っているのかと。で、それをもってしてしっかりするということは、余計にお薬を盛るという言葉に私はとても取りました。もう今問題行動の起こっている方たちをさらに隔離して、さらに保護室に入れて、さらに社会的問題行動を抑えるべく服薬コントロールをどんどんやっていくというふうに、恐怖政治のように私は受け取りました。やはり人の人権であるだとか、もう行政の根本的な社会保障の部分であるとか、その辺がもう本当に欠如、説明は欠如していたなと言わざるを得ませんでした。私は若い頃劇団におったんで、劇団におって役者3日やったら辞められんっていうのがあるんです。なぜか舞台の上に立って拍手を受けた高揚感が忘れられないっていう、その久しぶりのその快な気持ちを思い出しました。やっぱりね、劇場型に考えてしまうんですよね、劇団におった人間というのはね。で、この私たちのこの住民制定を求める署名活動というのがね、ものすごく今の時代にマッチしたその形を作り出した。なぜかと言いますとね、このターメンビルの本部にね、大阪府下からね、どん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 私が署名集める人になりますよっていうのをね、自主的に言うてくるんです。誰かが勧めたんじゃない。ほんでまたそれが各市にみんな、この人こんなに言うてますから行ってくださいっていう感じで、これね、情報を受け取るわけだ。で、それ行きますね、予算集めてくれる人も中にはいるんですけど、これね、自分の名前だけ書いてくる人が多いんです。そんだけ社会で分断された人が今たくさんいるんやなというのをものすごく感じたんです。誰とも友達にならないけども、自分の思い、カジノは反対やというのをなんとかしたい、まあ直接ここへで言うて送ってもろてみたいな感じ。これはね、全く新しいなと思いました。どうしても若い人なんかもうつながりたくないから、どの組織にも入らないっていう人が結構いてますやんか。それでも心の中にはやっぱり反対するときは反対せなあかんというのを未だにちゃんと持ってんねんなというのを感じたんですね。じゃあこれが新しさやと思いました。はい、どうもありがとうございます。今日の吉村知事をはじめ維新の議員とかお話を聞いてて、つくづくこの人たち、カジノ IR を進める人たちはお金お金と、儲かれば何でもいいんやと、大阪の文化、大阪に暮らす庶民の生活ということ全く念頭にないんだなということをつくづく痛感をいたしました。こんな大阪を維新の、または今やられている IR のこういう推進の中で、大阪の社会を疲弊させていいのかと、これは絶対解けなあかんなと改めて思いました。以上です。感想、大変緊張しました。大内氏の
こんな画面に顔が出て、なんかすごく緊張したんですけれども、まあ、あの陳述して誰もそれに対する感想を言わないっていうのが私は何のためやったんって思ってしまって、あのその署名の重みっていうのはどの、ね、言ってはりました。それは言わざるを得ないでしょう、それだけの署名を集めたから。でもこの陳述聞いて今日はどうやったんかっていうのは誰も言わないっていうのが私はとてもあのおかしいなって思いました。感想文を書いてよってちょっとそんなことも思ってしまいました。まあみんなそう思ったと思いますね。感想文書いてよ、意見言ってよ、同じことを捨てるようになるなよって言いたいなって思ったと思います。まあ私たちの方からまあこういう形でだいぶ遅くなりましたので、今日の陳述、意見陳述頑張りました。どうもありがとうございました。あの奥の方で皆さん支えていただきましたので、あの本当に助かりました。ありがとうございました。記者の方からもう質問ということではございませんか。はい、意見陳述のことではないですけどいいですか。あ、はい、あすいません、あの今日はあの自民党さんの修正案で外国人の参政権についてちょっと聞きまして、ちょっとそこのところでもともと皆さんがされていたやつはあの、まあ、外国人も在地外国人の方も行動できるというようなことでありますよね。でもこれの修正案についてどんなことを思われるかとお聞きしたいなと思います。まあ、もちろんあの自民党の皆さんと私たちの会っていうことではあの考えはそこは違いますね。あの私たち今回の火事の住民投票運動っていうことについては、この、 あの大阪府内に暮らしている全ての人たちにね、投票権を持ってもらう。でもっと言えばですね、今回の直接請求署名運動それそのものについても、あのこの大阪で暮らしているというか、とにかく全ての人が在日コリアンも含めて在日全ての外国の方も含めてみんながですね投票できる。だってみんな納税者であってこの地域の中で暮らしている仲間なわけですから、そういう形であの本来法律あるべきだというふうに考えています。ですから署名運動をするときに、今日もお昼にやりましたが、生野区で集めた署名の中で多くの在日コリアンの方が署名をされていて、でその署名の無効数が多かったけれども、その数そのもの集まった総数として私たちは見ているわけですね。ですから19万有効っていうことをあのよく言われますけれども、私たちは21万を超えたという、それが私たちの基本的なスタンスであるっていうことを発揮したいと思います。それからあのそういう意味で、いろんな不備はあったんですよ。私たちも気づかされること、ポスターにあのカジノの、お金は日本人が使うとか、日本人だけじゃないでしょうと、日本に暮らす全てでしょっていう話が出たりとかね、たくさん気づきがあったことも事実です。そういうあの考えをやっぱりこの運動の中で教えていただいたりとか気づかされたりとかしながらやったものでありますから、だからもちろん私たちとしてはこの署名によって条例は、全ての人たちが、外国人も含めて18歳以上の人たちが署名ができる、それが住民投票ができる、これがあの基本だというふうに考えています。でただ自民党の皆さんには非常に感謝している面もあります。あの誰がですね本当にあのこのカジノの21万筆っていうことについて真剣に考えようとしたか、もちろん政党や会派でいろんな考えがそこにあるだろうということは理解します。であのいろんなことを考えての判断だろうということはあります。だけれどね、やっぱり態度として住民投票に賛成だっていうことをまず言いましたでしょ、自民党の会派の方が。でこれは大切しなければいけない。ただ自分たちはこの考えが違うからそこに修正をかける、そういう立場を取られました。で維新はそういうところについて、何言ってんだ君たちはあの IR 賛成じゃないか、まあ、そういう論戦が若干ありましたけれども、こうやってあの住民投票運動そのものを、まあ、支持していただいたということと、署名を集める過程の中でも自民党の皆さんや保守層の皆さんにも多くご協力をいただいた、これも事実なんです。ですからあのそこで考えは違ったとしても、この住民投票条例についてこれは必要であるという立場をあの改めて表明されたことには感謝をしたいというふうに僕は思っております。はい、よろしいですか。他何かありますでしょうか。よろしいですかね。
マスコミの方の関係としては、じゃあこれで終わるということですが、どうもマスコミの皆さんありがとうございます。で、後ろの方で手を挙げている方がちらほらと見えたんですが、短くやりたいと思います。もう8時、今日朝8時、7時くらいからみんな動き始めてずっとやっているので12時間もう過ぎてるんですよね、13時間くらいですから、もしどうしてもご意見があるという方は30秒で喋ってください。30秒、はい、お一人ですか、じゃあ3